おはようございます。今日はネイルに行って YouTube 撮ってやらなきゃいけないことやってよもぎ虫行ってみたいな感じなんですけど、ネイルサロンがリニューアル、インシンクがリニューアルした初めて行くので超楽しみです。買えます。古着です。え、かわ沖縄で買った。こんな感じでアクセサリーが置いてあったり、かわいいアクセサリー、これクリーム、バームみたいなの、こんな内装になってます。お願いします。たらーん、形を整えてもらいました。この目のライナーみたいな色、クリームソーダみたいな色、すごい。色はいつもすごく悩むんですけど、結局ここに来て決めることが多いです。この前カフェで座ってた時に斜め向かいのお姉さんがそういう色のネイルをしてて、すごい可愛かったから真似します。お姉さん、色を作ってもらいます。そのラインの色作るの大変だったよ。なんかいろんな色出してもらって、これがいい、あれがいいってやって、やりました。耳に切れた、ズルーン、いい色、かわいい。何色？クリームソーダ色。そう、そういうこと。クリームソーダ色にしてまいりました。これで 2,3 週間持って、また次の色は何色にするか決めておきます。コメントください。コメントください。よし、完成。いきます。ありがとうございました。紫と紫です。あ、そこだ。バイビー。バイビー。ありがとうございます。愉快だ。今からアナと撮影にレッツゴーします。ただいま、打ち合わせやら YouTube 撮影が終わって、山上げました。なんか、新しく入った技術があるんです。やってきました。お花問題だと思う。山毛虫はいつも美容用をやってるんですけど、今日はダイエット用でスッキリしたいと思います。でここは匂いも選べて、匂いは私は今日はゼラニウムにティーを選んで、まずはヨモギ虫からします。Would you like coffee or tea?私の体を温めてくれたツボです。どんな感じですか？結構デトックスされてます、ね、されてます。めっちゃ汗かきました。代謝結構上がられてる、ね、多分前よりは上がったと思います。そうですよね。VA ニドルピーリングっていう塗るピーリングをしてきたんですけど、今塗ってるからテカテカなんだけど、ビタミンで肌を刺激してこうバリアしたりとか、中からすごい早めの効果で
肌をリセットして、なんていうの、こう汚いものを外に、新しいものを生んでくれる、そういうピーリングをやってきました。これ3日とかで早く、まあ、ニキビ跡とか消えたりとか、トーンアップ、もうトーンアップは今したんだけど、さっき思ったんだけど、リフトアップも効果があるからちょっと楽しみです。帰ってきたので、さっき買ったサラダと血をボウルに入れて食べます。ボウルいっぱいのサラダを食べます。食べ過ぎてるし、お金使うし、人と食べてたけど一人で食べる練習をします。サラダでもたくさん食べたら太るんかな。ドレッシング入れすぎたら太るんか。おはようございます。おはようございます。今日は早速ブロックに来て、小暮に編んでもらってるんですけど、あの髪の毛編みたいなと思って小暮にお願いしました。よろしくお願いします。小暮大先生なんですけど、メイクもしながら編みつつ素敵に仕上げて、いい写真を撮られるように頑張ります。お楽しみに。今日はシュウエムラのパレットを使いました。かわいい、それ。これかわいいよね。めっちゃかわいい。すごいね、ラメとかが黄色っぽいのと緑っぽいの。あとで青いライン引きたいな、自分たちのやつ。お、いいね。で、小倉に持ってこなきゃ。あれ、エピソードね。そう、エピソード、うん、デニムを着るんで、今日はデニム色、はい。久々に編むの、ね、フレーズね、ちょくちょく髪明るくしてからあったけどね、うん、今日のメイク道具はアンドビーの川北さんのコンシーラーで、お粉がナーズです。はい、シューでしょ。あのパレット、これ超いい。メイクアップフォーエバーのブラックのライナー、エピソードビューティクスのデニム色青、マスカットを試作してるやつです。なんか久しぶりにやったけど、ねえ、めっちゃ似合うね、やっぱね。落ち着きはあるな。これに対して落ち着きがある。あ、黒と金のさ、ちょうど今。今かっこいいね。うん。編み込み下は黒で上は金みたいな。ありがとう、すごい。オッケー。オッケーすぎる。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。お疲れ様です。ベルサーチ銀座店です。フェンダーチェ、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 ベルサーチェ、
すごい、フェンディとヴェルサーチェがどっちも。Best out of all of them. I read every letter you sent.